皆さんどうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回はですね、4月配信の新作スマホゲームの中から今が始め時な本当に面白い新作スマホゲーム10選を紹介していきたいと思います。今回紹介するスマホゲームのダウンロードリンクは説明欄にリンクを貼ってありますので、少しでも気になったゲームがあったらね、ぜひね遊んでみてください。それでは本日の動画始めていきましょう。まず最初に紹介するのはデッドバイデイライトモバイルになります。本作はキラー殺人鬼と呼ばれるキャラクター一人とキラーから逃げながら協力して脱出を試みるサバイバー生存者4人で対戦する、世界で驚異的な人気を誇る大人気対象ホラーサバイバルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねデッドバイデイライトシリーズ初の無料ゲームになります。これまで発売されてきたデッドバイデイライトシリーズの PC 版だったりプレステ4や任天堂スイッチ版はですね、ゲームソフトを買うのにお金がかかってしまったりですね、オンラインで友達と遊ぶためにお金がかかってしまうなど有料ゲームだったんですけども、こちらデッドバイデイライトモバイルはですねダウンロードからプレイまで全て無料で遊べます。続いてですねデッドバイデイライトが簡単操作で遊べます。 PC やプレステ4や任天堂スイッチ版に比べてですね、こちらデッドバイデイライトモバイルはね画面を切り替えることなくサバイバーやキラーを選ぶことができたりですね、プレイを開始するまでの時間を簡略化しています。またですね肝心の操作性はねタッチで直感的にプレイできるようになっています。さらにですねサバイバーは自動的に走れたりね、画面を押している間だけ画面が180度反転する機能があったりとね、誰でも短い時間で簡単に遊べるようになっています。それ以外にもですね無課金でもがっつり遊べます。本作はもちろん課金要素はあるんですけども、チュートリアルのクリアだったりログインボーナスやデイリーミッションやキャラのレベルなどでもらえる報酬を使うことでね、無料でサバイバーやキラーを入手できます。本当にね無課金でもがっつりやり込めるので、ぜひ遊んでみてください。次に紹介するのは聖剣伝説エコーズオブマナになります。本作は聖剣伝説シリーズの最新作でね、エコーズオブマナが登場したり、歴代シリーズのキャラクターたちと聖剣を探す冒険を楽しめれるアクション RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねシンプルで奥深い 2D アクションを楽しめます。こちら聖剣伝説エコーズオブマナはね、スワイプやタップでね直感的に操作ができてね、戦況に応じたスキルやアイテムを駆使して戦えます。またね仲間と協力して戦うマルチバトルも搭載しています。続いてですね歴代シリーズのキャラクターも登場するオリジナルストーリーを楽しめます。本作はねマナの女神に導かれてね、世界を救う鍵となる聖剣を探しにね、様々な世界を冒険する物語を遊べます。さらにねシリーズキャラクターはもちろん、本作オリジナルキャラクターとの交流も遊べます。それ以外にもですねシリーズの垣根を越えた夢のパーティー編成を楽しめます。こちら聖剣伝説エコーズオブマナはね、歴代キャラクターや今作オリジナルのキャラクターたちを自由に編成してね、理想のパーティーで冒険を遊べます。次に紹介するのはユグドラレゾナンスになります。本作は現実世界と幻想大陸のミドガルドの時間がシンクロするタイムシンクロ RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね個性豊かなキャラクターたちを楽しめます。こちらユグドラレゾナンスはね40人以上の美少女キャラクターが登場するんですけども、大陸のミドガルド各地の個性的で魅力的なキャラクターたちが本当にね多数登場します。さらにねシナリオにはね65名以上の豪華声優陣が参加していてね、5つの陣営が繰り広げる全編フルボイスの強大なストーリーをプレイできます。続いてですねカードを選んで多彩なスキルで戦略バトルを楽しめます。本作はね主人公はカードを操り異能者少女たちのスキルを発動させることができるんですけども、それぞれの異能者が持つ特殊能力を見極めてね、天気だったり時間によるステージ効果でねカードによるスキル発動の順序や高レベルカードの特殊効果などを組み合わせてね戦略的なバトルを遊べます。それ以外にもですね現実世界とシンクロする仮想世界を楽しめます。こちらユグドラレゾナンスはねプレイヤーのいる現実世界の時間や天気とシンクロします。毎日経過する時間の中でね現実世界とタイムウェザーシンクロシステムによってねゲーム内で様々な効果や変化を遊べます。次に紹介するのはアズレア空の歌になります。本作は400箇所にも上る調整が可能なキャラクターメイクとカラーリングも自由自在でね、誰も見たことのない世界と感覚が溶け込むファンタジーライフ RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね最新技術が作り出す世界を楽しめます。こちらアズレアはねハイクオリティなグラフィックスが織りなす四季折々の景色を楽しめます。さらにね雲一つない青空を見上げ海鳥のように水面をかすめてね草原を駆ければね非常にね生命あふれる物語を
遊べます。続いてですね、第二の人生選び放題の副業を楽しめます。本作はですね、冒険者としての役割以外にね、音楽家や怪盗だったり漁師などの職業になることもできます。音楽家になってオリジナル曲をみんなに披露したり、怪盗になって金銀財宝を盗むことができたりとね、本当にね新たな人生を遊べます。それ以外にもですね、個性豊かな登場キャラクターを楽しめます。こちらアズレアはね、冒険者協会でね、たくさんのキャラクターが新人冒険者の加入を歓迎してくれるんですけども、ストーリーを彩るキャラクターたちとね交流を楽しめます。またね、仲良くなれば一緒にダンジョンで戦うことができます。次に紹介するのは N イノセンスになります。本作は豪華声優陣で送る業界最高品質の新作 3D 格闘アクション RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、簡単操作で爽快バトルを楽しめます。こちら N イノセンスはね、タップ、フリックなどのシンプルな簡単操作でね、重厚感のある格闘 RPG ならではのねバトルアクションを遊べます。またね、キャラクターはそれぞれド派手な演出を兼ね備えた固有の必殺技を持っているんですけども、キャラクターによってね、攻撃だったり防御や回復、サポートなどね、本当にねバリエーションが豊富です。続いてですね、高品質な 3DCG 映像を楽しめます。本作はですね、美しく彩られた神話の世界のアートを最先端の 3DCG 映像で完全再現してるんですけども、本当にね様々な表情を見せるバトル背景でね、きらびやかなキャラクターたちのスタイリッシュな演出の数々を楽しめます。それ以外にもですね、独自解釈されたシナリオを楽しめます。こちら N イノセンスはね、北米神話だったり日本神話やギリシャ神話などね、様々な神話に登場する神がクロスオーバーする物語なんですけども、北米神話のジークフリートやギリシャ神話のプロメテウスなどね、非常にね神々の組み合わせを無限大に楽しめます。次に紹介するのは変形パラドックスになります。本作はモンスターと一緒に冒険する戦略性の高い 3D タクティクス RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、本格的戦略タクティカルバトルを楽しめます。こちら変形パラドックスはね、必殺技とモンスター召喚でね、戦局をひっくり返すことができます。またね、ゲームを遊んでいない間も自動でキャラクターが成長してくれるのでね、時間がない人でも手軽に遊べます。続いてですね、本格的なモンスター育成を楽しめます。本作はね、配合やバトルでね、簡単にモンスターを仲間にできるんですけども、三者三様の強化と育成を遊べます。次に紹介するのは崩壊スターレールになります。本作は原神や崩壊サードのミホヨが送る崩壊シリーズ最新作となる 3D ターン制 RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、美麗なグラフィックスと本格的なターン制 RPG バトルを楽しめます。こちら崩壊スターレールはね、前作の原神や崩壊サードと同じくね、ハイクオリティなグラフィックスと音楽でね、没入感のある物語を楽しめるんですけども、アニメ調な絵画で描かれた世界でね、シンプルな簡単操作で本格的な単性 RPG バトルを遊べます。またね、迷宮探索ではね、友達と一緒にマルチプレイで遊べます。次に紹介するのはキャラスト魔法学園になります。本作は簡単操作とキャラクター育成を混ぜた爽快マジカルアクションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、緻密に作られた世界観を楽しめます。こちらキャラスト魔法学園はね、幼いエルフたちがね、魔法についての理論や実技を学ぶ魔法学園の世界を描いているんですけども、エルフの大陸で最も神秘的な場所にあるね、魔法学園に通う子供たちの学園世界を楽しめます。続いてですね、片手で簡単操作のマジカルアクションゲームも楽しめます。本作はね、ドラッグで移動だったり、指を離すだけで攻撃できたり、スキルを選んでね、爽快アクションを発動できたりとね、本当に簡単操作で遊べます。それ以外にもですね、多彩なステージを楽しめます。こちらキャラスト魔法学園はね、様々なステージに難易度があるのでね、やり込み要素が非常に盛りだくさんです。次に紹介するのはスプライトファンタジアになります。本作はスプライトファンタジアのファンタジーな異世界を冒険できる MMORPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、本格的なファンタジー世界を体験できます。こちらスプライトファンタジアはね、山だったり川の至るところまでね、美麗なグラフィックスで描かれています。さらにね、ペットを育てたり冒険に一緒に出かけたりできます。続いてですね、多彩な衣装、家具制作を楽しめます。本作は冒険をクリアすることで入手できる本をコレクションすることでね、多彩な衣装が手に入ります。またですね、豊富な種類の家具を自由に作ることもできます。最後に紹介するのはザ・グランドマフィアになります。本作はリアルタイムの多人数協力型ストラテジーゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、完全再現されたマフィア世界を楽しめます。こちらザ・グランドマフィアはね、勢力拡大のためにね、手段を選ばず仲間のために命を懸けるリアルなマフィア世界を遊べます。続いてですね、リアリティあふれるバトルを楽しめます。本作はね、 3D グラフィックスでね、緊張感あふれるバトルを遊べるんですけども、迫力満点の英雄バトルスキルに加えてね、別荘襲撃だったり
り、防衛戦や撤退戦などね、細部までこだわったバトルシーンを遊べます。はい、ということでね、今回なんですけども、4月配信の新作スマホゲームの中から、今が始め時な本当に面白い新作スマホゲーム10選を紹介しました。少しでもね参考になりましたら、動画の高評価もしくはねチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回紹介した新作スマホゲーム以外にも、皆さんのねおすすめスマホゲームをぜひねコメント欄で教えてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べるスマホゲームをたくさん紹介してます。またねブログもやっています。定期的に新作スマホゲーム情報を発信してますので、もしよかったらねブログもぜひチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。